お疲れ様です。ラットです。今日はですね、こちらのご例デッキを使っていこうと思うんですけど、まあ、これがですね、海外の、まあ、これ見たら早いか、バグっていう人がいいんですけど、その人が、キング12で、これだ、キング12で、ここまで来たんですよ。やばくないですかっていう、単純にね。で、縦線と雪玉も12レベル。で、6号で今、グロ74。いや、単純に化け物で、まあ、このデッキを使ってるんでね、まあ、さすがにデッキも強くないんで、ここまで来れないと思うんで、まあ、パクりました。はい。で、今季僕、展開一応行ったんですけど、もうなんか今、沼れ散らかしてまして、やばいですね。ちょっと焦りをすごい感じてます。はい。ちょっとさっき一回行って負けちゃったんですけど。はい。やばい。マジでなんか勝てない。本当に勝てない。なんでだろうな。なんでだろう。なんでだろうっていうのずっと思ってますね。マジでやばい。勝てなさすぎてやばい。マジで上がんないですね。なんか、ライクさんとか、なんだろう、天狗とかもみんな上がってるから、上げたいですね。マジで上げたい。はい。っていうわけで、今日はですね、今日からですね、ちょっとね、もっとちゃんと、しっかりした、なぜこうしたかっていうのをね、すごい説明してやっていきたいんですよね。その、あれなんですよね、久しぶりに僕 YouTube を見まして、僕 YouTube をもともとあんま見ない、人種なんでね、 YouTube というものをマジで見ないんですけど、久しぶりに YouTube を見まして、うん、これそのライキさんのね、ライキさんじゃねえよ、ライキさんじゃねえや、ライキさんじゃなくてあれだ、みかんさんだみかんさんの動画見たんですけど、久しぶりにね、あの5800に行くみたいな動画見たんですけど、ロリーババ10とかでやってて、えっていう、まずね、まずえっていうところなんですけど、ロリーババ10とかでやってて、なんかいや、 やっぱ上手いなっていうのすごい思ったんですけど、あの人めちゃくちゃちゃんと喋ってるんですよ。え、そんなになんかもう解説が上手すぎた。なぜ今こうだからこう、今こう。相手は今こう、今これしたからこう、これが入る。はいみたいな。なんかね、もうすごかったんですよね。しかも、なんだろう。それでちゃんと上手いから、プレイが。で、わかりやすいから、なんか、いやー、すごいなって思いましたが、なんで僕もそういうのを気をつけてやりたいなと思いましたっていうので、しっかりね、説明していきたいんですけど、これだとわかんないな。ちょっと待って。調べる。で、ダクネでここまで一緒なんですけど、相手はインドラがいたんでね、雪玉を僕は取っておかないといけないんですよ。で、今回はどうせインドラちゃんで守られちゃうんで、僕は普通にまあ、早急にゴロを溶かすようにしますね。はい。で、ここのダクネとインドラをどうやってさばくかなんですけど、一回めんどいんでポイズンにします。で、ポイズンしなければよかったな、これ気持ち。はハンティング、ハンティングじゃなくてファルティング。え、でも今ここで僕はあの残せれてるんですよね、あれを。実はあー、なるほど。あれを残されてる、雪玉を残されてるからインドラ突破できると思ったんですけど、相手がめっちゃ攻めていたんで、僕のプランが終わりました。投げんな、投げんな。これが不地理よ、マジで。いや、マジ何この人のデッキ。困る困る困る。これでゴール展開されたら終わりなんですけど、いや、まだ迷いますね。これで、端前で僕がギリギリこれ置いて、ギリゴレ対決。オッケーオッケーオッケー。で、これを僕は急いでとかしたい。僕は攻めるより今、オッケーオッケー。で、溶かして、雪玉でノックバックで、ファルチェ、いや、いいよ、いいよ、いいよ、いい流れ、いい流れ、いい流れで、相手は、あの、スケブがあるんだよな。スケブがあるから、ここで、ポイズン。で、すべて、あー、ファルティング。いや、これさ、ダクネ、あ、待って待って、相手のファルチェ、頭欲しい。オッケー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 、もう一発。オッケー、勝った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 。え、これ勝ったの本当に。ちょっと待って。これ待って、ロリババ2周回そう。ああ、ロリババ2周じゃなくて、雪玉2周だったけど、雪玉1発で終わった。オッケー。ですね、まあ今のは、なんかファルチなんだけど、相手多分取れなかったのかな。もう美味しいですよ。よかったよかった。とりあえずよかった。だけど、なんだろうな、もう一つ一つ、のプレイ、やっぱ意味のあるプレイにしたいですね。ユニット出す位置、ユニットなぜこれを今出すのか、
なぜこのタイミングで出すのかみたいなのを美香さんめちゃくちゃ丁寧に言ってたんで、いやマジ参考になりますね、あの人の動画。だから普通になんかコメント欄とかで PS 上げるにはどうしたらいいですかとかありますけど、みかんさんの動画見ましょう。見て一つ一つの意図を、なぜこうしたのかっていう意図をすごい理解するのは大事ですね。っていうのは僕がもっともっと丁寧に説明できればいいんですけどね。なんでできるようにしたいと思います。はい。ってなわけで、まずは待ちます。初手ごれきた。初手ごれに対しては、初手ごれを合わせたいけど、まあ、ごれがない場合は、まあ、ユニットを合わせていきます。で、ここでダクネ出したいんですけど、まあ、出しますね。出すしかないんで。出したら、このハンターとダクネが多分ポイズンで両方一気にやられちゃうかもしんないけど、ここで、はしまいガッシャーン。あはーん、これ辛い。これマジで辛い。これマジで辛い。これ初手ごれの恐怖ですね。マジ初手ごれの恐怖っていうのは。やだー。まあ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 、痛いっすね。痛い。え、マジでねー。初手これは正直どうなんですかってあるんですけど、まあ、正直ね、悪くはないと思うんですけど、僕はいいとは思ってません、決して。まあ、いい、そうですね。悪くはないと思うんですけど、いいとは思ってませんね。OK。はい。で、ここは僕は逆サイ展開ですかね。どうせ多分相手は1890に攻めてくるんで、そう。これを、に、ダクネ、出してくれたら美味しいかな。いや、うん、そうですね。ここはもうシンプルに1一交換するのが早いかなと思いますね。で、ここで多分相手は無視してさすがにキングを降りに来ると思うんで、僕はそれをもうポイズンロリババーとかポイズン立つ戦で頑張って守ります。で、相手ワンチャンこれ守るかな。トルネー、あー、トルネで守る相手、これトルネープラスので守るけど、ダクネは絶対入る。オッケー。で、これは、僕も守れるんで、しっかり守っていきます。オッケー。多分守れる気がするんだけど。いや、おお、待って。今のは、ただのラッキー。え、そんなことある？今のワンチャン、そうな、相手がランバーとか足してきて、僕はハンターで守ろうとして、やばいなって思ってたところ、なぜかね、まあ相手が攻めすぎたっていうのがありましたね。なんで、本当は多分相手が守ってると、付け足しランバーがなかったんだ。おい、初手これかーい。おい、流行りですか。これきついな。これもう一回同じなんですよね。ダクネさえ行っちゃうと、ハンターと、ダクネが両方ライトニングかポイズンで一掃されちゃうんで、良くないんですよ。これがもう良くないですね。これもうマジで辛い。本当に辛い。いや、マジで辛いんですけど。おら、ああ、待って、終わった。いや、コウモリ。俺のコウモリ。ああ、待って、マジで終わった。あ、初手これ。これはマジで。あれ、あ、ゴミ。ちょ、待って。いや、マジで、これが本当に話にならないんですよね。初手これされた時に、こうなっちゃうんで、マジでね、こういうことがあるから、よくないんですよね。だから僕が普通に工場とか持ってる敵だったら、相手終わってるからね、マジで。運ゲーになっちゃうんですよね。それはよくない。よくない。マジでよくないですけど、僕はここから勝ちます。って思ったけど、きついな。いや、これロリバーだけかな。ザップ。ゴレマス系ランバーみたいな、ちょっと面白いゴレですね。任せますか。やば。マジ？これはやばいよ。もうだって、このゴレ多分8コス捨てられるんですよね。もう分かってる。ゴレダクネして12コス無視されるなら、シンプルにここで防衛した方がいいみたいなのがあるんですよね。なんで僕はしっかり防衛します。これやばいでしょ、この人。マジで何も考えてないでしょ。あ、防衛するんかーい。マジでどういうこと？マジでどういうことって感じなんですけど、すごいな、面白いな、立ち回りがもう不思議で、これで多分あーゴールされるかな。いや、待って、右と左これどっち攻めるべきだ。一回あれっすね、一回防衛のゴール、やばい、さてはやばい、うわ、き
ついきついきつい。いやー待って、攻めて。右にゴレ間に合うか。いや間に合うな。いやまだ間に合う。でゴレだけ飛ばせれば多分削れるから、気持ちね、気持ち削れる。オッケーオッケーオッケー、削れる削れる。でここはあのポイズン打ってきます。あのスケブーとかあったんだいて。でこれ気持ち雪玉でランプ跳ね返してゴレが殴ってくんないとやばいんで、あゴレパンチ、オッケーゴレマイト。うわ待って、オッケー、集中集中集中で、あれでスケブー、いやとりあえずいいや、転がしとこ、気持ち転がして、気持ち浮き玉もして、オッケーオッケーオッケー、もうゴリゴリ頑張って、ゴリゴリで防衛していく。でこのマスケッティは右に向いてくれるですよね、ありがたい。ちょっとやばいかな、いやいいいいいい、今日オッケーオッケー。でワンチャンマスケとか、これワンチャンゴリくるだよね。でここにあのスケブ来る予想の巨大雪玉外れる、あ外れるけどロリババ構えて、オッケーオッケーオッケー、いいよ。で前玉スケブ持ってるけど言うほど怖くない。てかここでゴレ出しちまえば逆に相手指名じゃねっていうやつですね。うん、でこれでもうポイズン打ってきます。あの相手のスケブだるいんで、オッケー。でメガゴつけ出してシンプルに相手光栄だるいでしょうから、オッケー。でポイズンゴレマイトでポイズンに死ぬ、オッケー勝った。雪玉飛ばしてグッデー、よしよし、でかい。これはこれはやばいですね、この相手の立ち回りよくない。これに負けたらあれですね、マジでカリカリしちゃうやつですね。いやマジよくないけど、まあゴレが多いのかな、なんか勝ったんですけど、ちょっとしっくりこなかったですね、しっくりこなかったですけど、まあ一応勝てたんでね。これ、まあゴレデッキ。これでちょいトロをどうにか戻したいなと思います。はい。あとまあ今後ね、マジでなんかなぜこうするとかすごい意図を言えるように、はい。その部分でちょい成長していきたいなと思いますね。はい。なんで、今日はまあこの辺にして終わりたいと思います。よければ、はい。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。